これら3要素こそが各魔界における時間の流れの差異を決定づけているというのが現在の定説だが、疑似質量と魔力濃度から導き出される霊的存在強度にこそその本質。窓を閉めろ、講義の邪魔になる。はあ、つまりだ、実際的な観測を怠り講義の邪魔だ。雑音を立てるな。何、足が、体が動かない。一体何が、私はどうなって。音、何の音だ。なんだこれは、どこだここは。私は、お前は誰だ。